ロシア衛星通信社は1月26日第45代米大統領の元上級顧問だったイバンカ氏が政治活動を続ける予定だと報じた米政治ニュースサイトポリティコの報道によるとトランプ一家に近い関係者がトランプ氏の義理の息子ジャレット・クシュナー氏は妻のイバンカ氏が2022年のフロリダ州上院選に出馬するために 支持を増やしてていいるると述べている同報道によるとクシュナー氏がイヴァンカ氏の潜在的な対立候補についての情報を求めていたすなわちイヴァンカ氏の主要な対立候補は再選を希望している現任のフロリダ州上院議員マルコ・アントニオ・ルビオ氏である本情報を知っていたルビオ氏はイヴァンカ氏の勝利の可能性を排除しなかったものの苦戦するだろうと警告していた 上院選への出馬を計画しているのはトランプ一家ではイバンカ氏だけではないトランプ氏の次男の妻ララリア・トランプ氏は2022年のノースカロラ,ライナ州上院議員に立候補することを積極的に検討しているトランプ氏の息子ドナルド・トランプ・ジュニア氏も政界進出を計画している一方リック・グレネル元中毒米大使は1月23日土曜日の夜 ニュースマックスとのインタビューでトランプ氏は再び大統領に立候補したいと何回も表明していると述べたグレネル氏はニュースマックスで次のように述べているドナルド・トランプ氏は依然として共和党に高い影響力を持っており私たちはそれについて疑いの余地はない彼は今でも最も人気のある政治家である彼は自分がやりたいことを決める彼は自ら何度も私に 確かにに再度大統領選に出馬したいと言ったしたがったてこの状況が真実であるかどうか、そしてそれをどのように達成するかを見ていきましょう。我々はまだ長い道のりがあると思う。グレネル氏はトランプ氏は新しい政党を立ち上げることはないと述べた世論調査によるとトランプ氏は依然として共和党の有権者の間で非常に人気がありそれが 彼が新しい政党を立ち上げるべきではない理由の一つである公開された情報によると1月9日から14日にかけて実施された CNN の世論調査では共和党の回答者のトランプ氏への支持率は依然として80%に達していることが明らかになった1月11日から13日に調査機関、イプソスが実施した世論調査でも同様の結果が出ている。 この世論調査では、共和党の回答者の57%が、トランプ氏が2024年に党の大統領候補になるべきだと同意した。そのうち37%が強く同意した。同時にトランプ氏が第3党を結成するのではないかという憶測も飛び交っている。トランプ陣営は新党を設立するつもりはないと明言しており、テキサス州で設立された、 まが愛国政党ととは関係ないいしているトランプ氏は25日フロリダ州で公式に第45代前大統領オフィスを外部媒体として設置したその後まもなく彼はアーカンソー州知事選においてホワイトハウス前報道官を支持する声明を発表した。